大自然の旅を広げよう。はい、皆さんこんにちは、久しぶりに2ヶ月ぶりですかね、この旗持って山に来ました。ツアーは6月からスタートすることになりまして、まあ、一番最初 あのツアーとしては、国蔵山です。今日のこちらの景色、これが、一番最初のスタートツアーになります。実はまあたまたまなんですけど、18年前に、山旅人が開設したのが実はこの国蔵山っていうことで、うちのミキの提案で、リスタートをここで切りましょうということで、考えました。現地集合の、まあ、日帰りツアーなんですけども、1時間ごとに、1便ずつ分けて3回、1日に3回ですね、8人、8人、8人、参拝24人、募集ということで、ほぼ満席なんですけど、若干席があるみたいなんで、もし来ていただける方はぜひお越しいただけたらと思います。で、私たちも、みんなで行くっていうのはなかなかできないので、各所各所にスタッフなんかとかガイドさんなんかを配置して、できるだけ皆さんと、ご挨拶ができたらなというふうに思ってますので、ぜひね、お越しいただけたらと思います。いろんなサプライズを用意して、さすが山旅人と言わせてみせますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。